道内は上空の強い寒気と放射冷却の影響で今朝も道北や道東を中心に冷え込みが強まりました川湯の温泉街に来ていますかなり冷え込んだ朝を迎えました道路の側溝からは温泉の湯気も立ち上っています寒い朝はより一層立ち上る温泉の湯気道東の手鹿が町川湯では午前5時過ぎに0.7度 中島別空港でも1.3度と朝8時までは1.9度だった富士山山頂よりも寒い今シーズン一番の冷え込みを記録しました。すごく寒いです。毛布の帽子も初めてこの今日が <laughs> いつもだったらタオルケットとあの布団をかけて寝るんだけど、あのその中に毛布をかけて寝るって感じの寒さですね。 明日も道内は内陸部を中心に冷え込みが強まる予想で霜による農作物などへの被害にも注意が必要です。